おはこんにちは、こんばんは、兄貴なんですけれども、自宅の裏でフォートナイトにあるような氷のブロックを見つけてしまいました。これちょっと削ったら中身がやつでしたよ。見てください、このアイスブロックの中身は分かりますね、やつです。やつが入ってます。このブロックには取り出して食べちゃいたいと思います。行きましょう行きましょう。はい、入ってきました。あったかいお部屋に入ってきました。寒くなってきましたね。しわすね、コロコロコミックよりちょいでかいぐらい壊していく。トン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 、うん、ものすごい氷が飛び散るな。うん、フォートナイトみたいにガシガシ行きたいけれども、ものすごい氷が飛び散るから外でやろう。はい、よし、取れた。顔が見えてきてるよ。うわ、見えた見えた。うわ、気持ち悪い。ブヨブヨです。うわ、気持ち悪い。よしよしよし、お、取れた。オッケー。あ、うん、眼球が、眼球取れた。あ、取れます、取れますよ。よいしょ、取れました、取れました。はいはいはい、まな板に乗った。 HP を50回復してくれるやつがまな板に乗っております。フロッパーさばいていく。いきます。あああ、おお、しっかり中身が入ってますね。匂いはちょっと肉まんのような匂いがします。ちょっとネギみたいなものも中にちらっと見えてますね。はい、こっちも肉まんみたいになってますね、中が。ちょっとレンジでチンして食べてみたいと思います。チンになりました。はい、中華まんのような味がしました。はい、それでは作り方説明していきましょう。まず中身を作っていく。サーモンですね、潰す。味付けしていきます。オイスターソース、塩コショウ、砂糖と片栗粉を入れます。ネギも入れます。そしたらこれを、はい、お団子にします。電子レンジでチンします。はい、3分経ちました。はい、色が変わりましたね。ではこれで中身完成です。作っていく。薄力粉、お砂糖大さじ2杯、ベーキングパウダーを 4g、 ドライイーストも入れます。 3g です。はい、ラード大さじ1杯ぐらい。よし、こんぐらい。はい、この粉をお湯でほい混ぜます。はい、いい感じに固まってきたらボウルから解放してどんどんこねる。ちょっと歌を1曲歌っちゃうぐらいこねるな。パンみたいになったら色をつけていきます。オレンジにするやつ、黒にするやつ、白のまま取っとくやつ、黄色にするやつという感じに分けます。食べ物に色をつける食用色素、これをちょっとずつ使う。まずオレンジからいこうか、うんうん、こいつをちょっと平たくして黄色と赤を同じだけ、同じ量だけ混ぜます。内側にこうやって混ぜていく。うわ、オッケー。はい、全部の色できました。ちょっと休憩します。ふっふい、休憩終了。フロッパーちゃんの形を作っていきましょう。おお、ちょっと休憩している間にふかふかになってます。柔らかくいい感じになってます。半分にして、まずね、背びれとか尾びれとかちぎって取ります。そして残りの胴体にする部分を伸ばしていく。直径20センチぐらいにしたら、先ほど作ったこの中身を包む。そして包んだ状態でまたこうやってふーんと丸くしていく。包んだ部分がね、馴染むように。おいおいおい、はい、このように丸くできたら顔をつけていきます。はい、白目のフロッパー、こんな感じで。2個目はカスタードクリーム入れます。凍ったカスタードクリームを、よいしょ、はい、準備完了。熱々に蒸し上げていきます。はい、お湯が沸騰しましたので、はい、2匹のフロッパーちゃんたちをゴーン、出来上がりが楽しみです。それでは15分蒸したので出来上がり見てみましょうか。それでは、フロッパー肉まん、オスとメス
誕生の瞬間、3、2、1、ボワッとな、おー、出来上がり。早速食べちゃいましょう。こちらがサーモンが入ってるオスのフロッパー、そしてこっちがカスタードクリームを入れたメスのフロッパーです。ではオスの方から食べていきましょう。近くで見るとこういった感じですね。だいぶ膨れておデブになりました。さて中身の方はどういった風になってるんでしょうかね。あー、うん、出来たてはうまい。今度はこっちメスのフロッパー、中はカスタードです。はーい、アニキューでした。はーい、はーい、みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらになります。